そのイヤホンは何だ？録音してんのか？音楽だ。こいつ音楽オタクでね。何聞いてる？俺が知るかよ。待ってね。テキーラ。そういや、メキシコ人ってのは女房にイライラ。ああ、決まらねえ。ダメだね。前に会ってないな。あんた生きてるよな。おう。なら会ってないね。黙ってろ。もういい。変わろう。ご覧を。ようこそ我が豚肉工房へ。紳士諸君、マダムも。こちらの豚肉は地元から届いた最上級の品。この世界にいればご存知とは思うが、豚というのは余すところがない。頭から尻尾まで全て。今宵は7品ご紹介しよう。しかも最良価格でお届けだ。では早速ご紹介しよう。頬肉のグアンチャーレは本場イタリアはベレッタさんだ。首の付け根の肉はスミス&ウェッソン、タフで味わい深い。サツのスモークがお好きなら何と言ってもおすすめは肩肉だろうね。センターカットロイン、ダブルカットポークチョップ、ベイビーバックリブ、ハモンセラーノは後ろ足の肉、どれも絶品だ。絶品ね。それともちろんソーセージも各種取り揃えてる。刺さるね。結構。どの品を選ぶね。サツをスモークにしたいから。やっぱ肩肉かね。片付いた。バカ野郎。おお、行かれてんのか。女房が撃たれたんで。お前許さねえ。落ち着け、切り抜けだろ。あんた武器屋殺しちゃってどうすんのさ。こいつら毒の仲間なんだよ。そうとも仲間だよ。連中はサツだ。箱に APD ってあんだろ。それにその透かした帽子のデカブツはすぐ分かった。あれはデカだ。昔奴にパクられた。お前らバカップルが死に急ぐのは勝手だけどな、俺をバーベキューにしようってやつら絶対に容赦しないから。撃て、ベイビーニュース撃て。クソ、逃げるぞ。じゃあずらかろう。行くぞ、早く来い。行け。